ミーニンとポジャルスキー広場は、ニジニノブゴロドの主要な広場。同市の社会的、文化的な中核であり、最も重要な色彩点の会場である。市内クレムリの南東側にある歴史的旧市街の中心部に位置している。この広場は、ボルシャやポクロフスカヤ通りやバルバルスカヤ通りといった、市内にある複数の目抜き通りと繋がっている。ミーニン大学やロバチェフスキー大学といった、 高等教育機関のほか、ミーニン像やチカロフ像、複合展示施設や市内最初の噴水など多くの記念建造物がある。この広場は、車道でもある。休日やイベント開催時のみ、そこでの車両交通が規制される。生新庄福音大聖堂とその広場。1890年撮影当初、この広場は、非公式にベルクネポサードスカヤと呼ばれていた。そこは、 ポサード上側の中心地で、ここに陸上の交易ルートがあり、町の上側部分の需要を確保する交渉のやり取りが交わされていた。1697年に生新庄福音大聖堂が建てられると、広場はブラゴベシチェンスカヤと呼ばれるようになった。同広場の正式計画は1770年に初めて策定された。1768年の火災の後、 行政当局の要請により正式な都市開発計画がサンクトペテルブルク建設委員会で策定されたが現地での人材能力不足が計画導入の妨げとなった。計画によると広場は台形とされていた。この計画が大通りの出発方向を定め広場及び隣接する大通りの建物を石像家屋のみと規定した。 広場の様変わりは1779年、ヤコフ・アナーニンが建築家に任命された時に始まった。1782年に昔からの教頭補が解体されて溝が埋められ、1784から1787年に新たな大通りが敷設されて、広場中央にある木造建物がぶち壊された。1787年に郵便局の複合庁舎が建設された。 計画に対応しなかった広場側面の民家は19世紀、初頭まで残っていたが、その後解体された。ソビエト広場。1930年代ロシア革命後、この広場がソビエト広場へと解明された。生信条福音大聖堂や聖アレクシウス教会で、あらゆる教会用具が略奪され、建物自体の内部で様々な商業店舗が開店した。 1930年代に両方の教会が解体された。またボリシェビキは直近に建てられたアレクサンドル2世の記念碑も取り壊した。1935から1937年にレニングラード研究所が社会主義都市ゴーリキーの基本計画を策定し、既存計画の抜本的見直しがなされた。当時のソビエト広場は円形に設計されており、クレムリの壁や、 党の一部解体によって面積が大幅に広がった。これら事業の実施は第二次世界大戦のソ連での勃発により一時中断となった。1943年、合力医指導部はナチズムとの抵抗戦にて市民の士気を高めるため、この広場にクジマミーニン記念像を建立した。そこでこの場所がミーニンとポジャルスキー広場と呼ばれ始めるようになった。 1985年に古いミーニン像が解体され、4年後の1989年に彫刻家オレグ・コモフによって新たな記念像が建てられた。ミーニンとポジャルスキー広場。2016年ソビエト連邦の崩壊後の1990年代、初頭、この広場に露天屋台や行商店舗が設置され始めたが、長くは続かなかった。2000年代初頭、 中央広場や大通りの小規模小売店を排除する構想が市内で始まった。2009年初頭、都市行政と地方行政がミーニンとポジャルスキー広場の再建計画を検討した。この計画が地下のショッピングセンター娯楽センターの建設を規定した。また生新序福音大聖堂と聖アレクシウス教会の復元も提案された。2017年、 考古学的予備調査の必要性や交通事情の悪化懸念があるにもかかわらず都市計画評議会はこの計画の一つを承認したこの広場はレードル状の形である幅60メートル長さ550メートルの細長い区画がクレムリ沿いにセイゲオルグ島から食料貯蔵島まで伸びておりドミトリエフスカヤ島の周りで 半径120から150メートルの半球型に広がっている。広場の端からは、ゼレンスキー坂とセイゲオルグ坂が続いている。広場の半円部は、ポジャルスキー、ボルシャヤ・ポクロフスカやアレクシーフスカやバルバルスカやウリアーノフという、大通り5本の支店となっている。広場の北では、ミーニン通りとアッパーボルガ堤防が通っている。ミーニンと、 ポジャルスキー広場の景観。中央の目立つ塔が、ドミトリエフスカヤ塔現在のミーニン像ニコライ2世の午前で広場に付設されるミーニンとポジャルスキーの記念像。この像は、広場の中央、ドミトロフスカヤ塔の正面にある。クジマミーニンとドミトリー・ポジャルスキー王子の記念像を、この広場に建てるというアイディアは、20世紀初頭に実現に近づいた。年、 彫刻家、ウラジーミル・シモノフのスケッチ図が彫刻制作の権利を勝ち取った。翌年5月、ロマノフ王朝100周年で皇帝ニコライ2世がこの町に来がした際に記念像の建立が始まった。しかし、第一次世界大戦で像の設置が遅れ、1918年にはボリシェビキがその記念像を破壊する決断をした。花崗岩の座は他の目的で使用され、 ブロンズ彫刻のその後は分かっていない。第二次世界大戦中に死の指導者は人々の愛国心を高めるため像の再設置を決断した。ゴーリキーでは他の芸術家がミーニン像のスケッチ図に挑む中、自前の工房を持っていた彫刻家アレクサンドル・コロボフが先んじて像の制作に着手し、その結果ミーニン像が数ヶ月で作られた。 1943年11月7日に落成式が行われ、ミーニンとポジャルスキーに敬意を表してこの広場が解明された。このミーニン像は、短命素材のコンクリートで作られたもので、ブロンズの色に塗装されていた。1985年の夏、修復及び交換が必要となり像は解体され、彼の故郷であるバラフナに送られた。 1989年6月1日、彫刻家、オレグ・コモフによって新たな記念像が建てられた。チカルフ像とクレムリのセイゲオルグ島この像は、クレムリのセイゲオルグ島の右側にある。伝説的な飛行士、バレリー・チカルフの記念像は、彼の死から2周期の1940年12月15日に公開された。彫刻者は、チカルフの友人、イザク・メンデレビで、 彼はこの作品でスターリン賞を受賞した。台座局面にある北半球の地図には北極を横断してアメリカや極東に至るチカロフたちのルートが描かれている。台座自体にはラブラドライトが並んでいる。台座にはパイロットの経歴と我らが時代の偉大なパイロットバレリー・チカロフへの碑文がある。これら文言のも飛行地図の上には穴があり、 ここには、スターリンの高江という碑文があったが、スターリン人格崇拝カルトとの反対闘争中に削除されてしまった。市議会の建物この建物は、ボルシャやポクルフスカや通りの支店に位置する。建物内部には、弁護士会と地方裁判所がある。以前ここは、商人ブグロフの屋敷だった。石造りのブグロフ屋敷以前は、別の実業家の木造住宅だったが、 1851年に、ブグロフの会社に買収された。1852から1854年に3階建ての石造りの屋敷が建てられた。ニジニのブゴロド地域研究の創始者、ニコライ・クレムトソーブスキーの見解は次の通り。この広場はもちろん都市全体でも最高の建物、それがブグロフの屋敷である。中略この屋敷の建築は、 非常に軽妙かつ優雅で、ラストレッリ伯爵の手法を彷彿とさせる。当時は1階が公益店舗、2階部分は私立劇場だった。劇場の立ち退きをめぐる右与曲折を経て、やがて新たな場所に劇場が建設されると、ニコライ・ブグロフ議員が5万ルーブルでこの建物を購入した後にルーマへ寄付。その用途に関して、劇場や種類販売は不許可。 収益を貧困総救済の基金に向けることなどの条件をつけた。市議会は1階を店舗に2階を私立図書館にしようとしたが、改装中の1898年に火災が発生して建物は完全に潰れてしまった。1899年までに建築家、ウラジーミルツアイドラーが新たな建物を総案した。1902年に 屋根がつくところまで建物が組み立てられ、1903から1904年に室内装飾が施された。現在でもその室内装飾は最も貴重で、会議室のインテリアには1896年の全ロシア博覧会から王室装飾の要素が使われた。建物のファサードは古代ルーシで定型化されながらもアール・ヌーボーの要素が入っている。1904年、 市役所が新たな校内に置かれた。1908年から1972年にかけての会議室にはコンスタンチン・マコフスキーの会がアピール・オブ・ミーニンがあった。ロシア革命までこの建物は市議会を収容していた。2月革命期間の1917年末から1918年9月までこの家は労働者代表の暫定評議会に占領された。 1919年末から現在までこの屋敷は、労働組合団体に属しており、そのためこの屋敷が、労働の宮殿と名付けられた。展示複合施設この施設は、ボルシャヤ・ポクロフスカヤ通りとアレクシーフスカヤ通りの間にある。ロシア帝政時代、クレムジの壁沿いに設置され、取り壊された木造屋台の代わりに、公営店舗の新しい建物がここに建てられた。 建物のファサードは、イワン・エフィモフによって設計された。1836年にこの事業が承認され、建物は1841年に建てられた。1850年代、現地の歴史家、ニコライ・クレムトソーブスキーは次のように記した。公営の屋敷が広場に建てられ、アレクシーフスカヤ通りだと3階建て、ポクロフスカヤ通りでは2階建てである。 その1階と2階は店舗で閉められ、その上部が居住区画である。アーチ付きの2階には画廊がある。居住区画には民事裁判所、建設委員会、ウエズドとゼムスキーの裁判所、工芸職人委員会がある。1904から1905年に正面入り口がポルチコの形に設計され、トルストイ、プーシキン、 ドストエフスキーの小さなブロンズ郷像も設置された。1974年、1階に展示ホールが常設された。市内最初の噴水広場にある噴水は、1847年10月1日に稼働し始めた。水不足は常にポサード上部に住む市民の問題となっていた。中央集水型の供給を運用する試みは、1844年に、 総督のミハイル・ウルソフがこの任務に着手するまで全て失敗していた。この事業は、圧技師の力を借りて行われ、1846年7月1日に、水道と噴水の布設が行われた。蒸気機関と市内をめぐるパイプラインが、1日あたり、バケツ4万杯分の給水を保証した。そして広場に設置された噴水がこの水を象徴化する、主な場所となった。 噴水は生新庄福院大聖堂の北に置かれていたが、1930年に聖堂が解体されたことで、噴水が現在の場所へと移動した。噴水は2回修復された。1990年代に地下部分及びポンプ場が建設され、近代的要件を満たすものとなった。2007年には噴水に照明装置が付けられ、午後8時から午前1時まで、 ライトアップされている。詩人のアレクサンドル・プーシキンがニジニノブゴロドに滞在していたのを記念して、滞在した旧ホテルの建物1 9 9 9年、プーシキン美術館が開館した。美術館の展示物には、プーシキンの滞在を伝える文献があり、彼の創造的な取り組みや、当時のニジニノブゴロドについて知ることができる。ありがとうございます。